はい、おはようございます。ラスカルでございます。今ね、ちょっと撮影してるのが1月の末なんですけど、またね、ちょっとまん延防止これ出たじゃないですか。で、やっぱりね、これが出ちゃうとなかなかね、外食も再度ね、ちょっと足が遠のいちゃうかなってところが皆さんもね、あると思うんですよ。なので今回は通販で買えるね、お家で食べれる美味しいラーメンを皆様に紹介しようかなと思います。まあ僕もね、嫁さんもラーメンが好きなので、自宅でラーメンいろいろ取り寄せて食べたりするんですけど、これはうまいなと、まあ、感動したラーメンがございまして、本日はそちらのラーメンをね、ご用意させていただきました。まあもちろん僕自身も今世の中にね、出回ってる通販系のラーメン全部食べてるわけじゃないんですけど、個人的に今まで食べた二郎系のラーメンの中では一番うまかったんじゃないかなと思います。そんなね、我が家でも大好きな二郎系ラーメンを今回はね、皆様にご紹介しようと思いますので、早速ね、ちょっとキッチンの方に移りまして料理作っていきたいと思います。まずはね、今回いただく商品を紹介したいと思います。こちらがね、今回いただく麺屋シンクさんの通販商品でございます。まあ麺屋シンクさんね、僕の動画でも何回かお店で撮影をしておりますが、こちらのお店はね、まあ先ほどもお話ししたように二郎系のラーメンでして、まずこちらスープの中にチャーシューが入っておりまして、プラス麺と、でそこに油とね、ナルトが入っております。通常のラーメンはこの4種類で1セットなんですが、今回はね、これを4個購入いたしまして、麺がね、これ1玉 300g なんで 1200g 作っていこうと思います。まずはじめにこれにね、入れる野菜を作っていきたいと思います。今回は麺屋シンクさんの店舗に習ってね、これもやしだけではなくてキャベツも入れております。これぜひね、ご自宅でやられる際はこのキャベツの甘みがかなりいいアクセントになるんで、ぜひね、キャベツもご用意してみてください。よし、まずこれ入れちゃいましょう。よいしょ。もう野菜茹でる時間って特にやることないんよね。野菜茹でてる途中なんですけれども、先にね、こちらのスープも並行してね、温めていきたいと思います。よっ。通常はね、まあ、15分ぐらいかな、茹でないとチャーシューまで温まんないんですけど、ちょっとね、今回は冷凍ではなくて冷蔵に戻して時短でね、やっておりますので、まあもう少しね、短い時間で大丈夫でしょう。そしたらこちらスープと並行してね、油も固まっておりますので、少々温めていきたいと思います。よし。そしたら早速ね、麺をこちらに入れていきたいと思います。いいよいいよ、よっと。忙しい、その間にやんないといろいろ。麺を入れてる間にちょっと忙しいんですけど、はい、今ね、これ丼を温めておきましたので、こちらスープをね、ちょっと移していきましょう。もうね、トントンやんないとね、ちょっともう4袋って間に合わないんですよ。これまずはこれ2袋ずつスープを入れていきます。これスープ2袋ずつ入らないな、これ溢れるな、溢れそうなんで、スープ3袋だけ入れます。やべ、計算が狂ったわこれ。はいはいはい。したら麺揚げさせていただきます。はい、やっぱりさ、麺だけでこの量よ、この量やばいよね。はい、うわ、うまそう。いや、はいだ、菜箸じゃ持ち上がんね。うわ、はい、よし、オッケー。これちょっとスープ入るっぽいな、まだいけんな、これ。よし、いけた、4袋いけた。まずは野菜と、あっつ、はい、
でだ、ここにまずチャーシューと、よいしょ。またこれね、チャーシューがめっちゃでかいのよ。よいしょ。油と、またこの味付け油もね、いいんですよ。これがたまんねー。これ最後にナルトとの、のの字と。で、こっからはね、ちょっと自家製ではございます。ニンニクと、半分、どこだ。こちらに生姜と、レーダー。これは買ってきた味玉に、うずらと。味玉もうずらももちろんお店にあるトッピングなので、ちょっとね、完全再現というか、お店らしくしてみました。はい。ということで、こんな感じでね、麺屋シンクさんのラーメン完成でございます。早速ですね、これ部屋に戻ってちょっと食べてみたいと思います。いや、うまそう。ということで、僕のね、一押しの通販ラーメンが完成いたしました。画面上で伝わんのかな？具材もりもりにするとめちゃめちゃでかい。いやね、もうこの味、これがね、うまいのは僕は知っているので、早速ね、ちょっと食べていこうと思います。いただきます。まずはね、スープからいかしてください。よっ、わあ、これだよね。ちょっといただきます。うん、うまっ。うん、うまいな。やっぱこれだな。やっぱりね、この皮乳化寄りのこのスープ、液体油もしっかりあるし、でまたね、醤油の香りも強いんですよ。うん、やっぱね、このバランスがすごくいい。野菜を切り崩していかないと全然麺までいけないかも。うん、うん。後にかけたこの味付け油がさ、うまいから、このね、茹で野菜もものすごい美味しくなるのよ。うん、うい、おぉ、ちょっとこの麺見てくださいよ。茶色くね、スープに染まった麺、めちゃめちゃうまそうでしょ。いただきます。うわ、うんま。いや、これなんですよ。個人的にはこの麺ね、ちょっと長めに茹でた方が好きで、少し麺がね、溶けかかってくると、小麦の香りも強くなるし、やっぱりね、スープがうまいんで、このね、スープをしっかりと吸うと、よりうまくなるんですよ。まあ、これはね、麺の硬さとかは結構お好みだとは思うんですけど、僕はね、ちょっとやーめ茹でがおすすめでございます。うん。続いてこれ。チャーシューいっちゃいましょうか。でかっ。いや、でかすぎなんだけど。チャーシュー、こんな感じですね。分厚すぎでしょ。これやばくない？これ本当に別に僕が特別とかじゃなくて、これ通販で買うとこの豚入ってくるんで、皆さんね、気をつけてください。お腹めちゃめちゃ溜まります。うん。うまっ。部位的には結構脂身がね、少ないタイプの赤身多めのお肉なんですけど、それでもしっかり柔らかいし、これね、味が染み込んでてうまいんす。100% とは言わないけど、もうね、ほぼお店ですよ、これは。先日もちょっとね、周年祭がありまして、それのお手伝いもさせていただきましたし、まあ実際にね、お店でも何度も食べてるんですけど、やっぱね、食べるたびに日に日にね、うまくなってる気がするんですよね。うん、まあ今までね、この通販買ったことあるよって方でも、改めて買ってみるとね、もしかしたら前食べた時よりもさらにね、うまくなってるのかもしれない。
せっかくなんでね、この刻んだニンニク、まず和えまして、二郎系にね、ニンニクは鉄板ですから。やっぱうま。めちゃめちゃうまいっすわ、これ。合わせてこれ生姜も混ぜちゃって、あー香りがいい。醤油感がしっかり立ってるんで、この生姜のトッピングもものすごく合います。うん、うまっ。これね、もちろんね、ニンニクとか生姜ってチューブでも美味しいんですよ。美味しいんですけど、やっぱりね、生の刻みニンニクとか使った方が、香りのね、足し方が全然違うので、自宅でやるときって手間なんですけど、ぜひね、この刻み生姜と刻みニンニク、自分でね、ちょっとね、やっていただきたいですね。うずらが合う。これ半分の丼で二郎系ね、2杯分入ってるんですよ。全然ペロリですっすね。うますぎて。うん。ということで、タイマね、これ一杯目、ペロリと完食させていただきました。そしたらこちら、残りのね、一杯も食べていきましょう。うん。やっぱこれさ、麺ひっくり返すときって、何回やってもテンション上がりません？よいしょ。うで、やっぱりね、家で二郎系を作るってなると、茹で前の麺が 300g って多いよって方もね、結構いらっしゃると思うんですけど、そういった場合にはね、一回麺とかも解凍して半分に分ければ 150g ずつでできるので、ご自宅ならではのそういった個人の楽しみ方してもいいかもしれないですね。なんでこんな二郎系食べてる時の水ってうまいんだろう。そしたらそろそろこちらね、味変に生卵を使っていきたいと思います。麺をつけてね、つけ麺風に食べていこうと思います。まあ、と言いながらもね、早速混ぜそば風にしちゃうんですけど、うん、うまっ。もうね、これですよ。茶色くね、染まった麺に卵が絡んで、ほんとね、これがね、絶品。
ょっとね、だんだんと重くなってきたので、このあたりで炭酸を活かしてください。うめえ。やっぱ炭酸っていいっすね。そしたらこちらでラストですね。うまかった。ごちそうさまでした。とということで、僕がね、今までの中でも一番美味しかったなと思う通販で買えるラーメン、麺屋シンクさんの、まあ、ラーメンをですね、4食分いただいてきましたが、やっぱりね、何回食べても美味しいんですよ。うちではね、奥さんもこのシンクさんのラーメン大好きなので、冷凍庫の中にはね、常時ストックがあるぐらい、もうね、このラーメン大好きでございます。正直、このね、通販のラーメンは食べた一発目は、めちゃめちゃ感動しましたね。もちろん今までもね、食べた中でいろんな美味しいお店があったんですけれども、まあ、好み的には僕の中ではダントツ好みだったからという、まあ、そんなラーメンでございました。今日食べた麺屋シンクさんのラーメンについては、これね、通販ページ概要欄の方に記載しておきますので、ぜひね、こちらのラーメン気になった方は買ってみてください。しかもね、このシンクさん、この通常のラーメンのみではなくて、トマティーナっていうメニューだったりとか、いろいろね、通販の方でも販売しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあね。めっちゃ腹いっぱいだわ。うん。